構、都合よしともさん、自由契約になってから28日経過。マジで何やってんの今。どこにおるか誰もわからんから、獲得したくても連絡する方法がないらしいな。嘘やろ。石川内野手が LINE したみたいな記事は見たぞ。バット片手に世界中主要の旅してるんやで。ドラフトかよ。日本だったら3割30本くらい余裕だろ。マイナーリーグとかメキシコリーグとかで、筒香スタジアムの維持費って稼げんの？メジャー2がこの対談の仕方はもっと良い契約もらえた証拠だから、とか言ってたのは見たけど。変な奴に洗脳されてたりしない？怪我人が出たエンゼルスと断言してた記事も出てたな。その直後にエンゼルスがムスタカス獲得したのには笑ってしまった。でも普通に考えたらそう思うやん。横浜でレフトやろ普通に。ベースとソフバンとセーブで攻めに合ってそう。自前球場の施設管理陣やってるよ。異様な痩せ方してたからマジで心配。もう引退して野球の発展に尽力する方向でやればええんやない？野球少年のために自腹で球場も建ててたし、普通に試合感も鈍っちゃうしやばいんちゃうか。戻るならさっさと戻らんと。ラストピースで横浜に復帰して優勝目指そうや。国内復帰のめどもないしどうしたん。マジで当てもなくオプトアウトしたんかな。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。